毎度、マッチです。はい、本日はですね、日本のバッティングの常識の嘘のコーナーやっていきたいと思います。本日ですね、ちょっと技術的なことじゃないんですけど、チャンスに強いっていうところをね、話していきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。まあ、なんでこの話題にしようかなと思ったかっていうと、まあ、僕自身、正直、あんまチャンスに強いバッターではないと思ってます。っていうのも、サヨナラヒットとかサヨナラホームランとか打ったことないんですよね。で、得点圏打率っていうやつでは、まあ4割超えたシーズンもありますけど、まああんまりこう、なんていうかな、試合をこう、終盤、こう試合を決定づける場面のチャンスとかで、正直あんまり打った試しがないですよね。何回かはもちろん、まあ試合数も多いんで何回かはもちろんありますけど、ただ、別にチャンスに弱いとも思ってないんですよ。あんまヒーローになる場面で打ってないっていうだけで。っていうのも、これ定義がどこにあるかなんですよね。さっき言った通り、まあ、終盤、試合の終盤。まあ、例えば、9回裏、1点ビハインド、ワンアウト2塁3塁、ヒットでさよなら、みたいな場面で、あんまり打ってるイメージがないですね、自分でも。でも、さっきも言った通り、得点圏打率っていう部分で見れば、4割超えてるシーズンもあります。じゃあ、この得点圏打率というか、チャンスに強いクラッチヒッターってよく言われるやつですね。クラッチヒッターと言われる要素についてちょっと話していくんですけど、セイバーメトリクス的には、打率っていうものですね。打率っていうものを信用するにあたって、これプロ野球の話ですけど、900打席ぐらいデータがないと打率というものを信用しきれないっていうデータがあります。確か。そんな感じのやつが。900打席です。プロ野球で言えば、600打席ぐらい経つんで、1年半とか、まあ2年とか、ぐらいですかね。まあ、僕でだいたい年間300ぐらい経つんで、3年分ぐらいですかね。ぐらい、打席がないと、信用度が低いと。いうことになります。なので、だいたいプロ野球で、レギュラーの選手が得点圏打率、得点圏打席が回ってくるのって、100打席から200打席ぐらいらしいです。100打席から200打席って、だいたいプロ野球、言えば6月か7月ぐらいでもう到達します。で、そのぐらいの期間って、稀にっすけど、4割打つ選手出るんですよ。今年の宮崎選手がそれぐらいかな。だから、得点圏打率というものを信用しすぎてもダメだよね。っていう話です。得点圏打率に限らず、打率ですね。まあ、例えば、高校野球の1大会。まあ、大阪だったら、8試合かな。8試合やるんですけど、8試合、4打席ずつだって30打席ぐらいなんで、30打席のデータっていうのを、打率っていう部分を信用しても仕方ないですよね。っていう話です。じゃあこのチャンスに強いって何なのかっていうと結局イメージなんですよ。イメージです。はい。これイメージですね。チャンスに打ってるイメージが強い。まあ例えばシンプルにサヨナラヒット、サヨナラホームランが多い選手って印象残りやすいですよね。サヨナラヒットは年間5本とか打っても得点圏打率1割と。でも多分チャンスに強いっていう印象が、つきます。だから結構ね、いろいろね、今の日本の野球界って印象で物を語ってる人多いです。豪快なスイングしてるから飛びそう、三振が多そうとか、そういうイメージで物を語ってる人が多いです。だから僕のこのオキティとかね、見て、ショート動画の人たちはね、打率1割だなとか、いう人も結構いますよね。まあ、ある意味正しいですよ。今年から参加してる平日の早朝野球。僕打率8分3厘なんで。まあ、その代わりハングで4割3分とか打ってますけど。だからまあ、間違ってはないと思いますよ。こういうスイングしてたら。結局いろいろイメージ、想像というか、なんかそういう感じのもので、その打順とか決めてる人が多いのが現状の野球界です。それ何かっつったら、味方がしょぼいからです。味方がしょぼいからです。いい悪いの基準が、もうしょぼいですよ。言ったら。まあ、僕も全然まだまだですけど、味方としては。ただ、いいバッター、悪いバッターっていうのが、そういう900打席見ないと信用できない打率とか、イメージとか、そういうものでしか物事を測れない人が、この僕のバッティング見て、1割打てないとか、そういうことを言うんでしょう。だからこのコメント欄って僕コメント全部見てますからね。一通り全部見てますからね。最近ちょっと返せてないですけど。だから、1割も打てないなとか言われてるのも全然知ってますし。はい。まあ、この動画、
作るきっかけになったのって、コメントでチャンスに弱いくせに生きてんな、みたいな感じのコメントがね、誰だっけな、カルビッシュ地球さんって読むかな、あれ。っていう人から、来たんで、あれなんですけど。まあでも多分ね、これね、これは完全に僕の完全な憶測です。憶測ですけど、多分この人俺知り合いなんですよ。おそらく。僕のこと、まあ僕が知らないかもしれないです。僕のことを、多分どっか、まあ対戦相手とか、そういうので知ってる人じゃないかなと思うんですよ。っていうのも、まあ、これちょっと推理なんですけど、僕って身長173センチなんですよね。日本人の平均身長なんですか。もちろんプロ野球とか、その野球界、一流の野球界っていうカテゴリーで見ればチビなんですけど、173センチをチビって呼べる人あんまいないですよ。一般社会で生きてれば。日本の一般社会で生きてれば。なんですけど、それチビって言えるってことは僕より身長が低い。しかも、僕173センチってあんまり言ってないんで。まあめっちゃ僕の動画を見てる人か、僕に実際会ったことのある人。で、僕より身長の高い人。が言ってるんじゃないかなって思うんですよ。実際僕結構会った人に身長何センチって聞かれて173ですって言ったら意外とちっちゃいねって言われるんですよね。結構、動画見てたら動画で見る限りでは多分僕小さく見えないです。でもチビのくせに生きてんなとかコメント来るんですよね、この人で。チャンスに弱いっていうコメントが来たんですけど、チャンスに弱いっていうコメントが来るってことは僕が、大事な場面で打ってないことを知ってるっていうことなんですよ。で、僕は、これでも人間なんで、正直 SNS ではいいとこしか出してないです。正直。凡退の打席ってあんまり出してないです。だから、僕の動画からチャンスに弱いっていうのを推測することは難しいってことは、僕のプレー、僕が実際野球やってるところを知っている、見たことがある。っていうことなんじゃないかなって思うんですよね。なんで、もしかしたら、僕の知り合いがそういうアンチコメントというか、ね、まあ悪口を僕のね、アカウントに書いてる。僕の YouTube のコメント欄に書いてる。っていう可能性がビレゾーンなんですから。いやー、怖いっすね、世の中。まあもちろん僕の深読みしすぎの可能性はもちろんあります。というか、そうであってほしい、正直。知り合いなんか疑いたくねえし。だから、忘れますけど、忘れるというか、あれですけど。まあ、そういう可能性もあるよね。SNS って怖いね。まあ、露骨な悪口という感じじゃないから、別に、何もしないですけど。なんだろうね。まあ、こういう、コメントって、誹謗中傷だったりしたら、で、開示請求して、IP アドレスから、身元は割れるんで、まあ、やめた方がいいよ。わざわざ。書くのって思いますよね。そういう人は向いてないですよ。 YouTube 見るの、 YouTube だけじゃないですけど SNS が向いてないと思いますよ。君たちのストレスの吐け口じゃないんで、ここは。ここは知識を得たいだったりとか成長するためのきっかけが欲しい人が見て欲しい場所なんで、なのでまあ、あんまり、そうですね、見えないところから生きんなよって感じですね。というわけで本日の動画以上となります。まあ、ちょっと最後は、僕の下手くそな推理ショーが始まりましたけど、まあ、最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、いいね、応援コメントで、あちらみの動画もう一本見ていただけると嬉しいです。で、まあ、コメント欄ね、よかったらなんかこれについて語ってほしいとかあれば、まあ、やるかもしれないです。気分が乗ればやるかもしれないんで、よかったらね、コメントください。あと、バッティング指導ですね。興味ある方は、公式 LINE ありますので、そちらからお問い合わせください。それでは、失礼します。ラスト。うかい。微妙。知り合いじゃなかったらいいな。